大谷翔平が取った行動に韓国メディアが嫉妬。本当に悔しくてたまらない。日本に惨敗した韓国が、大谷翔平投手の人間性に感覚している。韓国メディアは3大会連続の一時リーグ敗退の屈辱を、東京三次、投資、連日のように実力差や今後の課題点を指摘している。そんな中でスポーツソウルは、本当に悔しかったのは、日本の象徴として浮上した。 大谷翔平の小さな行動のせいだった。同じ選手なのにどうしてあんなことができるんだろう。と、戦争交じりの嫉妬が悔しい気持ちの始まりだ。と、大谷のある行動に注目した。10日に行われた日韓戦の3回、大谷は虫に、3塁から申告敬遠され、ボールボーイにバット。プロテクター。手袋を渡す際、笑顔でそっと抱擁するようなジェスチャーを見せた。これに対して、 自分の道具を取りに来た少年に感謝の気持ちを表した。KBO リーグでは一度も見たことがないシーンだ。韓国選手はどうしてあんな態度を取ることができないのだろうか、と自分を嘆いている。同メディアは、勝敗とは別に野球人自らが尊敬される人になろうと努力したのか、ということが成績よりも韓国が先に反省しなければならない。とし、さらに、野球は楽しくなければならない。 世界野球の流れは優越した技術ではなく、大衆との共感だ。韓国がこの部分を逃していた事実が恥ずかしく、怒りが収まらない、と報じている。韓国は全てにおいて、乾杯、お認め、出直しを図るしかないようだ。準々決勝イタリア戦先発は大谷翔平、全員で勝ちに行きたい、栗山監督、大谷翔平らしくやってくれると思います。 16日に行われる WBC 準々決勝のイタリア戦、東京ドームの先発が大谷翔平に決まった。会見に出席した栗山秀樹監督は、ここから違う戦いが始まると思っています。明日の大切な試合、大谷翔平で行きます。と発表、負けたら終わりとなる、一発勝負のマウンドを託す。最終的に明日確認するとしながらも、それが彼のスタイル。 大谷翔平らしくやってくれると思います。と、二刀流、での起用となる見込みだ。大谷自身は会見で、いつも通り昨日ブルペンに入り今日キャッチボールをして、普段通り入れるんではないかなと思います。と話し、順調な調整を続けている。プール A4 に通過したイタリアには、エンゼルスの同僚、デビッドフレッチャーがいる。そのフレッチャーから昨日、日本の一風堂がうまかった。 と連絡があったと明かし、お寿司に行きたいと言っていたのに結局ラーメン食べたのか、と報道陣を笑わせた。イタリアの印象は、データはこれからなのでどういうメンバーで来るのか把握してない。としたが、フレッチャー兄弟はじめ、マイナー、メジャーでプレーしている選手がいるのでかなり厳しい試合になのではと思いますけど一点一点大事にしながら頑張りたい。一次ラウンド、プール A。 では1位通過の強豪キューバやオランダに勝利している相手を警戒した。準々決勝で8球数制限が80球となる。僕だけじゃなくてダルビッシュさん。今久しさんもそうですし誰が投げてもいい投手陣。玉数は決まっていますけど一人一人一回一回行けるところまで行ければ十分つないで勝てるんじゃないかと思うので。先のことを考えずに一人一人投げていくというのが基本的なことではあるんですけど一番大事かなと思う。 プレッシャーのかかる試合が続くが、なかなか普段通りにプレーするというのは難しいと思うんですけど、いかに普段通りのプレーを、当たり前のことをしっかりできるかどうかが一点に点争ってきた時に大事かなと思う。プレッシャーも想定しながら普段通りの気持ちで試合に臨むことが大事。と平常心で臨む。最終的に一点でも多く取っていればよい。全員で勝っていきたい。と意気込みを語った。 次回 WBC はテレビ中継なし、独占放送の TBS とテレ朝が高視聴率でも喜べない裏事情。メジャーで活躍する大谷翔平選手やロッテの佐々木明まれ投手ら、侍ジャパンの WBC での有志に日本中が湧いている。その熱狂ぶりはテレビ中継の視聴率にも反映されている。今月9日に行われた対中国戦は8、1で解消し、平均世帯視聴率は、 41.9%。さらに10日金曜日の韓国戦は WBC 史上最高となる44.4%。11日土曜日のチェコ戦は43.1%。12日日曜日のオーストラリア戦は43.2%。テレビ離れが叫ばれる中でこれは驚愕の数字です。視聴率はいずれもビデオリサーチ調べ。関東地区。テレビ市デスク。 それにしても負に落ちないのが各テレビ局間で明らかになった温度差だ。中国戦、韓国戦は TBS 系、チェコ戦、オーストラリア戦はテレビ朝日系が放映。日本の出場が決まった16日の準々決勝はテレ朝、そして21日の準決勝は TBS、22日の決勝戦はテレ朝が放送することが決まっている。つまり、今回は、TBS とテレ朝の独占放送です。 NHK やニッテレ、フジ、テレ等の4局は、スポーツニュースでは取り上げるものの、試合の放送は全くありません。全室のテレビ誌ですく。そもそもこの4局はなぜ、WBC の試合中経験を手に入れなかったのか。放映権料は高騰高騰する放映権料が理由、と証言するのは事情に詳しい大手広告代理店関係者だ。WBC は組織が一枚岩ではなく、 工業と中継の権利が一緒でないなどいろいろな声が飛び交っていたが、結局は高騰する放映権利と視聴率を天秤にかけた結果、各局が出した結論です。TBS とテレ朝は今回の放映権利として推定に10億、30億円を支払ったと言われています。かつての WBC の放映権利は10億円程度が相場だったという。ところが今回は大きく様変わりしたのだ。まずフォックス。 スポーツが参入してきて放映権が跳ね上がった。さらにスポンサーに三菱 UFJ 銀行、コナミデジタルエンタテインメント、カオコウは日本コカ・コーラなどナショナルクライアントが名を連ねたことから、さらに放映権量がアップしたんです。最終的には通常の2、3倍に跳ね上がった。さらには、各テレビ局の懐事情も関係しています。NHK は受信料値下げによる制作費の圧縮。 日テレは今年度も赤字覚悟で巨人戦を放映しなければならないため予算不足。富士テレビはキー局再開の視聴率で営業的にアップアップしている。テレ東はそもそも体力的に放映権料を支払えない。前室の代理店関係者。一方、こんな声も伝え漏れてきた。そもそも TBS もテレ朝も実は、悲鳴を上げている。高視聴率は嬉しいが完全な赤字でしょう。ではなぜ、放送するのか。 視聴者サービスと局の好感度イメージアップにたならない。次回大会はこの2局も赤字のため WBC から撤退すると言われています。キー局編成関係者。この関係者は、WBC が地上波で無料で視聴できるのは今回が最後になるのではないかという、テレビの不景気と衰退は想像以上の速さで進んでいるようだ。ダルビッシュの飲み会を見たよう。う惨敗に終わった韓国代表選手たちが明かす本音と、サムライジャパンとの違い。 井の中のカエルを実感した、ベスト4以上の成績を目指した韓国代表チームの戦いは、無残な結果に終わった。3月13日、ワールド、ベースボール、クラシックの1次ラウンド、プール B は全10試合が終了し、日本とオーストラリアの準々決勝進出が決定、片や侍ジャパン最大のライバルと目された韓国は初戦のオーストラリア戦でつまずいたのが最大の誤算となり、 二勝二敗の三位で大会を後にした。これで三大会連続の一次ラウンド敗退。国内のファンやメディアから容赦ない非難の声を浴びせられている。そんな中、韓国のスポーツメディア、スポトブ、ニューズ、が大会を終えた韓国代表選手たちのコメントを紹介した。そこから伺える彼らの苦悩や本音とは、興味深いものをピックアップしよう。今大会限りでの代表引退を表明した師匠のキム、ヒョンスガイヤ氏は、 選手たちがプレッシャーを払拭できるようにするのが一番の課題だ。とコメント。強化試合でも本番でも最善を尽くしたが、勝たなければダメだというプレッシャーに苦しんだ。私だけでなくみんな過度に緊張し、実力を発揮しきれなかった。重圧を感じるだけでなく、野球を楽しめる環境を作ることが重要なのだと考えさせられた。と振り返る。プール B で対戦した日本やチェコ。 オーストラリアの選手たちからは終始笑顔がこぼれていた。そんな対戦相手から感じいる部分があったのかもしれない。時代を担う投手のウォン、テインは、正直、壁を感じた。プロ野球の世界で良い待遇を受けながらプレーしているが、こんな結果になってしまって言い訳ができない。と肩を落とす。その上で、考え方や取り組みを変えなければいけないと、選手みんなが感じたはずだ。悔しくて、 実力が足りないと痛感し、胃の中で変えるであることも実感した。韓国野球が、退化しているのではなく、他国が成長する中で変わっていけなかったのが問題なんだと思う。と力を込めた。日本代表との違いに言及したのが、パドレスで活躍するキム、破損ない野手だ。大会直前、パドレスのチームメイトであるダルビッシュ有の SNS 投稿を見て気づかされるところがあったと明かす。 ダルビッシュのインスタグラムをチェックしたら、日本代表の選手たちが、みんなで飲み会をしているものがあったんだ。身を言うと、韓国代表チームにはそういうところがなかった。私自身は3年数ヶ月ぶりの代表活動で、外に出かけるのさえ負担だと考えていて、国際大会ではそういう雰囲気づくりが大事で、結果につながるのだということ。日本もオーストラリアもチームとして本当にまとまりがあったと思う。 まさにどん底からのリスタートとなる韓国代表、スポトブ、ニューズ、は、まず何を置いても韓国野球は、これから始まる KBO リーグで国内のファンの信頼を取り戻さなければならない、並大抵の努力では達成できないだろう、と記した。